みちゃんです。あ、漫画ちゃんの話ですね。あ、皆さん漫画ちゃん見てくれてる方ありがとうございます。あと、まあちょっとそうだね、漫画ちゃんの話をちょっとこの動画でしようかってことですかね、はいはいはい、多分直近で、ナルトが結構はね、ナルト月間が続いてたと思うんですけど、登録者が減っています。先に言っちゃったけど、おいおいおい、先に言っちゃったけど、完全に実験失敗したっていう。そうそうそう、実験がびっくりしたよね。 YouTube って毎週そのこの動画は何位ですってね、うん、毎回評価されるんですよ、 YouTube から、はい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 、だから前回上げた過去10本のうちこの動画何位ですってあるわけ、うんうんうん、で、ナルト結構1位なの最近、ね、最近すごいよ。あ、じゃあ伸びてんだ、うん、やったなのに、うん、登録者減ってます。怖い怖い怖いね。登録者減るって俺ら の, あのやってきた中であんま経験したことないじゃん。そうなのよ、ね、意外とこう、そうなのよ、まあ伸びもしないんだけどね。まあメインとかずっとこう常に微増が一生続くってイメージだけど、意外と減るんだっていう。減ったことがなかったからね、うん、まあでも興味ないものだと減りそうな、まあ、チャンネルではありますよね。まあそうじゃないよ。まあというわけで、まあいろいろちょっとね試行錯誤してるチャンネルなんでね、多分本当に普段から見てる方はね、いろいろやってんなーって多分もうね分かってるとは思うんですけど、なんかおじさんたち遊んでると思ってほしいです。逆になんか実験して遊んでるなこいつなんだよね。漫画ちゃんがちょっとねまたあの別の企画をね、前は多分何でもかんでも作品のまとめみたいな感じで上がってたんですけど、うん、まあどっちかといったら、うん、森川くんまとめとか、あれ面白かった。そう、あれ面白かった、うん、あとコナンの動機とか犯人の動機とか、うん、まあそっち系、はいはいはい、なんか本当に作品知らなくても、うん、その動画は見れるみたいなのちょっとこっから上げていく感じに、うん、ちょっと笑える系かな。そうだね、だからたびちゃん見てる人が見れるっていうイメージにはしたいよね。なるほど、確かに。そうそうそう、それいいじゃん。そうだから今はナルト知らないと見れないっていうチャンネルになってるけど、うん、まあそれでもよかったんだけど、うん、ただまあ多分その全員詳しくないんで、うん、ナルトに関しては確かに好きだけど詳しくない。俺なんて全然知らないから。そうそう、なんでまあちょっとね、うん、こっからの月間は一回そういう感じにしてみようかなっていうのを、まあせっかくなんでたびちゃんでお知らせしてますっていう。なるほど、だからまあね、最近ちょっとナルトなっちゃって見てないぜって方もまた、うん、ぜひ戻っていただいて見ていただけると嬉しいなっていうね、確かに、うん、っていうお知らせですかね、うん、そのネクストステージに僕ら行くわけですよ。もう1ヶ月スパンぐらいでネクストステージっていうタビちゃんの漫画ちゃんに関しては。この作業すごいかな。まあ YouTube 最初やっぱそうなんだよね、どうしたってね。だって僕らはだってもう過去7年でチャンネルをあんだけやったじゃん。こんだけ編集ありますって出したんだからいいのよ、もう。そうね、結果でも生き残ってますからね。そうそう、結果生きてるからね、まだ続けられてるっていう。ネットって難しいですよね。ありがたいことにさ、続けられてるっていうのはなかなかないわけだから。ですよ、7年丸も8年、はい、7年経って今8年目ですね。そうだよね、うん、あの子8年続けることないよね。いやすごいね。小学校過ぎてね、これクリアしたよ、小学校。本当だよ。そうだよ。で、今もね、メインチャンネルに関してはもう調子がいいからね。もう全然ね、やらさせてもらってるしね。安定してるからね。そうね、それはなんかありがたいね。うん、なんでまあ漫画ちゃんもそうなっていったらいいなって感じですかね。そうね、確かに、うん、なんでまあそっちもね、うん、ぜひ見てくださいっていう感じですかね。はいはい、田中さんも出ますよね。あ、そうです、そう、そうだ、ナルトになって、うん、結構心配するコメントいただきまして、たかしさんはもう出ないんですねみたいな。そんな悲しいこと言わないでっていう。出ます出ますっていう。はいはい、まあ、僕がやっぱりどうしてもメインがね、うん、まあ一番メインなんで、それこそ、うん、僕的にもね、うん、やっぱワンピースがどうやったって、うん、もう最後まで絶対駆け抜けていきたいんで、まあ、僕はやっぱどっちかといったら、うん、メイン担当の部分があったりするのと、うん、でそうなるとやっぱ K さんと佐藤さんちょっとね、うん、こっち頼むわって感じで、まあ、役割分担って感じでお願いしてたんで、うんうん、特に直近のナルトとかだとね、まあ、2人の方が俺よく走ってたから。まあ、俺がメインやったりそのやってる分ちょっとお願いしますって感じでね、はいはい、やってたりもしたんで、うん、まあちょっとそう見えちゃってね、不安にさせちゃったかもしれないんですけど、うん、一応基本的には僕も出ますんで、うん、まあもちろん全部はねちょっとメインやってる分出れないこともあるんですけどね、うん、出れる時は出ますんで。星さんもね。あ、そう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 、うん、そう、やっと星さん出たからね。星さん急に来たのね。いやいや、うん、急に来たって言い方なのよ。ずっと録音なしブースやりたいって言ってるからさ。初めの一歩。一回やってみる、まあ、一回やってみる、一回やってみる、そんだけ言うならってめっちゃバズったらどうする。いや、マジかって言う。ずっとやってくれって言う。星さんコーナー作る、枠毎回1万回とか。漫画ちゃん行ってないのに。めちゃめちゃ行くじゃん。枠作ろうよ、星さんが。それやったらおもろいね、うん、ねえ、だから星さんもちょっと出つつやっていきますってことなんでね、うん、はい、
まあそんなもんですか、うん、まあなんかあと話すことあったっけな、うん、でまあ今撮ってるのがしんちゃん、うん、クレヨンしんちゃん、そうね、いいね、なんだっけ、アンパンマン、アンパンマン、アンパンマンおもろかった、面白かった、アンパンマンおもろかったな、しんちゃん、いやしんちゃん言った、何回言うんだしんちゃん、コナンじゃん、コナンまたやって、コナン第2弾ですね、オリカー君、そうそう、オリカー君欲してんだよな、あとサザエさんの他にノリスケさんのハイエナコードみたいなのも調べてるんで今、もうおもろそうだな、ハイエナマトネ。もう面白そう。ああ、なるほど、ね。ノリスケさん、ハイエナコード。ハイエナコード面白そうだな。ちょっとなんかそういう感じでね。はいはいはい。うん、だからやってほしいなんか有名作品あったら、ね。あ、そうだね。ポケモンとか。ポケモンジブリ。これはさ、ゲームとか言っちゃうのもうアウトの？いいんじゃない？もうアニメだから。アニメじゃん、ポケモンは。あ、まあそうだね、うん。アニメになってるのだったら全然。ゲームやっちゃうもん。やっちゃうか。ゲームだって何かアニメゲームチャンネルするかも。いやいやぐちゃぐちゃチャンネルだけど、ドラマもいいんだっけ。ぐちゃぐちゃになるから、ぐちゃぐちゃになるって、一回漫画アニメでいいんじゃないですか。分かった、一回漫画アニメ、うん、でもうマジでドラマとか行きたいって言ったらエンタメにしようよ。世の中のエンタメ全部 OK みたいな枠組みにしようよ。ぐちゃぐちゃチャンネルだよ、かっこエンタメ全部って感じ、すごいけどね、そうなったら。だからもう俺的にはね、あとその漫画ちゃんとかで、だから好きな漫画もっと語りたいってちょっとあったのよ、はいはい、もっとね、またこれまた別の先の話だけど、はいはいはい、だからさ、ちょっとそう、だんだだん楽しみにしてくださった方、本当にすみませんって感じですね、うん、あの、だんだだん圧倒的に数字が低かったんで、あの、漫画自体めちゃくちゃ伸びてて、めっちゃ面白いんだけど、ただそれが YouTube を見る人たちがいるかって言ったらいなかったんだろうね、僕ら、それすごいやりがちなのね、そうなのよ、そう、そうそう、あの、波が来る前に波乗ってんの、で、波が来た頃に俺らやってないんだよ、だんだだん絶対来るから。じゃあもうちょいだから温めとこうよ。そうだね、絶対こう来る時に乗ろうぜ。そうしよう、アニメになんなきゃダメなのかも。そうかも、うん、だからチェーンソーマンも俺めちゃめちゃ好きって言ってるじゃないですか、うん、だからチェーンソーマンアニメ化決定してるんで、アニメ化したらもうね、世間っていうのは俺らに追いついていくから。そうだ、ちょっとそしたらチェーンソーマン1本ぐらい上げさせて。そうだ、そうだ、1回チェーンソーマンやった時も一番低かったびっくりした。あれみんな意外とあれ見てないのかな、そうだよね、先取りしすぎちゃって来ないんだよ、ね、だ鬼滅とかもめっちゃ好きって俺当時言ってたの。言ってたね。でも、まあ、言ってたじゃん俺もうあの時。でも世間が来ちゃったらやってないって。もったいないタイプの人。何も言わないしね、もうやってないって。そう。何もツイートもしない。もう何もなかった感じ。ずっと波にだけ乗れないよね、俺ら。そうだね、下手くそな。なんでこんなに乗れないんだろうね、波にね。あ、基本的にマイペースなんだですね、多分。やっぱみんな上手いじゃん。ワンピースの今の感じもちょっと遅いもんね。乗るのはね、今のこの流行ってる。1年前、1年前これやってもよかったで、うん、だって言うて俺らずっとワンピースはね、バラエティやったからね。そうそうそう、でもあれも懐かしい、まあ、あれはあれで楽しかったからすごい、うん、ね、まあ、波に乗るの下手だからさ、ちょっとそこはね、ああ、まあ、そこはいいじゃん、やっていきましょう、うん、チェーンソーマンとダンダダンはちょっと皆さん楽しみにしててください、うん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 、あのその波が来たら乗りますちゃんと、うん、でも来ないパターンもあるのかな、そうそうそう、やっぱ波難しいね、波乗りの練習はしとこうよ、僕らは。そうね、もう30も超えてきてるわけだから、うん、やっぱ波ぐらい乗れる、大人の男、大人の男ってことですか。大人の男で波乗りなんだ。やっぱり波乗りしてこうぜ。やっぱり、いやー、ちょっとね、だからチェーンソーマンダンダダンって、ね、楽しみにしてくださった方多分いると思うんですよ、うん、ほんとね、俺もなの、俺もダンダダン毎週ね、喋りたいこといっぱいあるんだけど、うん、ただいかんせんね、うん、いかんせん伸びない。伸びない伸びない。めちゃめちゃ面白いですよね、読んでる人ね、ほ、うんとに面白い、ダンダダンめちゃめちゃ面白いな、うんうんうん、ちょっとだからそういう系のね、熱量も、熱量はじゃあツイート140文字書けない、140文字ツイートでね、ダンダダン今週やばすぎ、まあ、内容言いすぎたらやばいから、まあそうだね、ちょっといい感じです、はい、まあなんかあと、まあ本当俺の個人的なあれだけど、うん、ちょっとグッ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 グ、俺的にはさ、やっぱそのワンピーへの仁義もあるから、うん、そう、やっぱワンピースね、公認でやらさせていただいてるんで、あんまりね、そんな暴走するわけにいかないんで、ね、そうそう、負担ね、まずはやっぱりワンピー連載終了まではワンピーを貫かなきゃいけない、それはもう僕の使命であるし、うん、やりたいことだし、もう人生かかってるんで、うん、はいはい、本当に好きだからワンピーは、はい、まずはそこちょっと突っ切った上でね、うんうん、まあそういった感じなんでね、うん、はい、うん、なので、まあ、まとめますと、うん、あ、漫画ちゃんがまたねちょっと変わりますけどね、うん、まあいろいろと毎月リニューアル動画出す。リニューアルっつってすごいよくやお店とかでもやるやつね、リニューアル、あの明日閉店ですみたいな、だから毎月だから月末に閉店の動画出して、月初にリニューアル動画出すっていうのを毎回やろう。
やばいなそれ。毎回やる。終わりますって書いてある。僕たち終わります。ますで、また終わって、またやるっていう、その。やばいな。まあそれもちょっと面白いけどな。毎月リニューアルして。毎月やってるんだよ。まあそうだね、だから別の作品いろいろやっていきますよ、うん。まあ、さらにちょっと前の漫画ちゃんのさらに見やすいような漫画ちゃんになっていくようなイメージですかね、うん、でやっていきますで、うん、僕も出ますよ、うん、で星さんも出れるときに出ますよって感じですかね、うん、はい、なので今後ともお願いしますから、よろしくお願いします、はい、はい、まあ、旅ちゃんは引き続きね、まあもうほぼセカンドチャンネルって形で運営してますけど、もうしゃあないわ、もうしょうがないよ。まあね、しょうがないっすね、もう旅家ちゃんだから。そうだね、ガイドクシレット OSP の家ちゃん、ゲットに変えてくる。いやでもね、ちょっとね、なんか久々にやっぱ4人で、うん、まあ、もちろんハーフ入れたら行きたいけど、1年半俺もそろそろもう1年半は経ったな。だからさ、1年半で済まないでしょ。いや、1年半以上だね。だからあの11月だったの、ライブだったの。だから1年7ヶ月ぐらいだね、たまってない。まあなかなかこの1年で各々の生活環境もめちゃめちゃ変わったから。変わったね、コロナのせいでね。そう、いろいろ変わってますからね。変わるからね。変わったな。何も変わってない気がしてる。タムさんは種まいてるかね、まだ。種まきおじさんじゃん、もう。確かに前増えましたよ、ね、まきは増えてる気するんだよね。逆に1年前の僕は何にしてたんだろうと思うんですよ。その増えてるから、単純に増えてるの、やることが。で、1年前なんで増えてたんだろうって思う、毎回。本当になんかギリギリでこう食ってんの。いや、そうなのかな。まあ、お金とかは確かにまだ、ね、増やしてる分、増えてる分増えてるだけで。忙しさは増えてる。忙しさは増えてる。どっかでちょっとね、回収しないと、その種を。休まないとね。そうですよね、休まないと。はい、という感じで、はい、またこれからもやっていきますんで、はい、よ、はい、はい、はい、以上、はい、おしまい。お願い、お願いします。チャンネル登録。